気をしっかり、はい、はい、よし準備していただいて、そして私が皆さんよろしいですかと言ったら元気な声で運転手さんにはーいと合図を送ってカバさんの水浴びに入っていきたいと思います。それでは皆さんよろしいですか、はーい、それでは運転手さんレッツダイビング、はーい、いきますよ、本当にいっちゃいます、乗り心地が変わりましたよ、ね、見て、さっきまで大きなハンドルを握っていた運転手さんも手元が真ん中の舵に変わりました。覗いてごらん、さあここが運転手さんから船長さんに変わった証拠なんですよ、すごい乗り心地も変わった、浮かんでるねみんなね、外の景色見てください、大丈夫、すごいね、実は皆さんこのバスの秘密は前の運転台にねハンドルと舵の両方がついていて、運転手さんのハンドルオートマチックさで地上最高速度100キロ出すことができるんです。実はこのカバさん高速道路も走れるように設計してあるんですよ、そしてこの真ん中の舵を操作している時には時速 6.5 ノット12キロという周りの景色見て、みんなこのスピードママチャリぐらいのスピードで走っているんです。さあこんなかっこいいバス一家に一台あったらいいなと思う人は手を挙げてください、はーい、欲しいよね、これがあったらどこにでも行けてしまうという、このバスを運転するにはお父様方大型2種の免許と小型船舶1級の免許が必要となってくるんです。だからみんな安全にこの山中湖を走ることができるんだよね。さあもう安心してください、シートベルトを外して